ガスで熱した鉄板で調理する日本のシェフ鉄板焼きによるステーキ調理時のパフォーマンス鉄板焼きは鉄板で野菜や肉、魚介類などを焼いて食べる料理。家庭やキャンプにおける焼きそばなどはフライパンやダッチオーブンなどで調理されることもある。日本で食物を焼いて調理する場合、古くは直火焼きに始まり、焚き木などを使ったかまによる加熱調理の時代を経て、江戸時代以降は 七輪などで加熱する方法が一般的だった。ガスコンロの普及以前は家庭で鉄板を調理可能な温度まで熱することは効率的でなく鉄そのものも貴重品であった。鉄板を用いた調理が一般化するのは戦後の闇市や屋台において廃品の鉄板の上で調理した料理を販売したことに始まると言われることもあるが実際は戦前からお好み焼きやもんじゃ焼きでは 一般的であった。鉄板焼きの多くは外食、キャンプ料理、お祭りの際の食事と位置づけられている。今日では電気式のホットプレートが普及し、家庭内でも手軽に鉄板焼きを楽しむことができる。日本国外では鉄板焼きとして日本独特のステーキの提供方法として知られている。これは百六十四年にニューヨークで開店したベニ花や将軍といった 日本国外の日本料理チェーン店で鉄板焼きステーキが提供されたことによる料理人が鉄板で牛肉などを調理してカウンター越しに客に提供するスタイルは1945年に神戸市のステーキ専門店味のが寿司店から着想を得て始めたものである料理人の見事な手さばきも楽しませる鉄板焼き店のサービスは外国人に好まれ味のは 日本国外からの有名な観光スポットとなっている。北米の鉄板焼きレストランでは輪切りの玉ねぎを重ねて富士山に見立てたものに点火して白煙を紛失させたり火のついた料理器具を用いてジャグリングをしてみせるなど料理の範疇を超えたショーとしても知られる。七輪と火鉢の混同からか火鉢とも呼ばれる。料理する素材などにより最適な厚さが存在する。 例えばお好み焼きなど長時間にわたり一定温度を持続する必要がある場合厚手のものを使用する。またキャンプなどで使用するものは過半性を考慮し薄手のものや鋳造のものもある。唐焼き鉄板を最初に使う際に行う作業でもある。目的は鉄板に付着した工業用の油脂分等を焦がし除去することにある。後に洗浄して再び加熱し、 水分を除去した後にサラダオイルなどをなじませる。日常の手入れ、お好み焼き屋など、一般的には洗浄するに止めるが、ステーキハウスなどでは日に一度、研磨剤で研磨を行う。研磨剤で研磨した後は、サラダオイルなどで酸化を防ぐ。いわゆる、鉄板焼きの店舗で供されるのはステーキが代表的であるが、魚介類や野菜の鉄板焼きも多く見られる。また、ジンギスカン。 プルコギ、モンゴリアンバーベキューなども、鉄板焼きの一種である。またスキレットやステーキ用の鉄板に乗せて提供する、料理を、鉄板焼きと称する向きもある。小麦粉を水で溶いたものを焼いて調理するお好み焼き、ドンドン焼き、もんじゃ焼き、一銭洋食なども、鉄板焼きに含まれる。焼きそばやちゃんちゃん焼きなども、鉄板を用いた料理である。登山など、 アウトドア活動の際は、コッヘルなどで、缶詰や、ヤマトに、ペイミカンなどを調理し、そのまま食事をすることもある。山間部の旅館では、獅子肉や、野鳥の肉などを中心にした、大名焼きや、おカりバ焼きと呼ばれる鉄板焼きが提供されることがある。ありがとうございます。